成立しました。ただいまより東北生活普通文化大学高等学校対長野商業高等学校の試合を始めます。はい、スタジオアーティワーダ1回の表、守備につきます長野商業高等学校の選手はピッチャー、緑川理子、キャッチャー、森住真美、ファースト、吉市真宏、セカンド、新海優奈、サード、古林希帆、ショート、小野住真子、レフト、新海由紀、センター、小宮彩乃、ライト、小林希帆。
ユニフォームナンバー23。
回の裏、守備につきます東北生活文化大学高等学校の選手はピッチャー藤田美咲、キャッチャー柿沼くるみ、ファースト泉優也、セカンド阿部千尋、サード阿部愛、ショート三橋愛葉、レフト木村真麻、センター堀岡さやか、ライト日高文、Yeah!
Bye.
許可不明、身分ナンバー33。
1番ライト小林志保、ユニフォームナンバー10。
ード阿部亜衣。
吉井真弘。ランナーとやるときは柱が間違ってる。間違いないけどね、落ちたときやばいね。
者、藤田美咲。手前いらないな。東北生活文化大学高等学校の選手の交代をお知らせします。一塁ランナー、ユニフォームナンバー10に代わり、ペッパーリーランナーとしてユニフォームナンバー26が入ります。
6番レフト新海実機Thank you.
給水タイムを終了します。お待たせしました。試合を再開します。舞台に上げて東北生活文化大学高等学校の攻撃は7番ライト草田文ライトがファーストファーストがピッチャー。はい、64番アウト。失礼しました。長野商業高等学校の選手の交代をお知らせします。ピッチャーの古川陸が退きまして、ファーストの吉池真宏がピッチャーに入り、ライトの小林千穂がファーストに入り、ライトの次には金子七香、ユニフォームナンバー13が入ります。
1番 BP 渡辺理子。Thank you.
ナー、9番ライト金子の中、
後ろに。高等学校の得点はありません。
雑になったら。はい。出てきた時より切れてる。出てきた時より切れてる。はい。ブルーランナー、藤田久美に代わり、代走、平野綾乃、ユニフォームナンバー14が入ります。
長野商業高等学校の選手の交代をお知らせします。吉池真代がライトに入り、ファーストの小林志保が失礼しました。ピッチャーの吉池真代がファーストに入り、ファーストの小林志保がライトに入り、ライトの金子の中が切り出し、ピッチャーに緑川莉子が再出場します。Come on!
ライト小林志保CP5 1回目終了しました。